くすれば、かくなるものと知りながら、やむにやまれぬ大和魂。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか、かくかくずっと言ってた気がしたけど、何ですか？これさ、吉田松陰の言葉なの。ああ、吉田松陰ね。そうそうそう。まあ、いっぱい言葉残してるんだけど、この人。うん。これさ、かくすればかくなるものって、まあ、こうすればこうなることは、まあ、初めから分かってたけど、やむにやまれぬ日本男児というか、愛国心に突き動かされて、まあ、やったっていうような、そんな、言葉だね。吉田松陰が。そう、まさにさ、吉田松陰ってさ、まあ、結局は最終的に処刑されちゃうわけじゃん。うん。この人ね、この読んだ文章っていうのは、その前に、黒船に乗って密航して、まあ、海外に行こうっていう計画をして、うん、まあ、実際に実行に移して、それがまあ失敗した後の言葉なんだよね。だからまあ自分の計画、これをまあ実行すれば、その時って鎖国の時代だから、もちろん海外に行こうとするだけでも、うん、死刑だったから、うん。そう、だからもう命も懸けてまあやっていくような、その覚悟の言葉だよね。ああ、なるほどね。そうそうそう。なんかね、この言葉をさ見てて、例えばさ、有名なの忠臣蔵ってあんじゃん、うんうん、四十七士が吉良邸にこう打ち入るっていうような、あれもさ、うん、打ち入ったらさ、その打ち入った人たちはさ、必ず、まあ、殺されるっていうのは分かってやったと思うんだよ、うんうん、そう、これとなんか通ずるものがあって、うん、でこれ、まあ、偶然じゃなくて、実はその大石蔵之助って忠臣蔵の四十七士の、頭の引いてた人なんだけど、この人って山賀流兵学っていうのを習ってたの、うん、で吉田松陰も実は山賀流兵学を教える環境に育ったわけ、うんうん、そうそう、まあ、なんかそういう意味でね、ちょっと通ずるものがあるんだよね。ああ、まあそうだね。なんかまあということでですね、今日はもうそのまま吉田松陰をやります。お、吉田松陰来たか。来ましたね。やっぱりこれ幕末の話だけども、うん、やっぱ近代史っていうか、この明治維新っていうのを語る上で、やっぱ誰がこう欠かせない人物なのかって言ったら、なんか吉田松陰かなってやっぱ思っちゃうんだよね。なんか本当にさ、革命の先駆けというかさ、うん、蒋介石がね、明治維新の革命は吉田松陰から生まれたって、なんか後に言葉で残してるぐらいあるんだよね。そうなんだ。そうそうそう。でさ、まあ吉田松陰って言ったらさ、次にさ、その松下村塾って有名じゃん。うん、そうだね。この中でもさ、やっぱ輩出した人ってさ、まあいっぱいいるけどさ、例えば伊藤博文だったり、うん、山形有朋、木戸孝義、うん、高杉晋作とか、草加玄瑞、入江九一とか、吉田利丸とか、もうそうそうたるビッグネームなんだよね。うん。うん、そう、こんなさ人たちが一つのその松下村塾っていうところで教わってたっていうところが、いや本当すごいなと思って、うん、なので今日は吉田松陰の、まあ、時代背景からちょっと説明したいと思います。おい、吉田松陰は1830年文政13年に、まあ、杉家っていうところに生まれたんですよ、うんうん、そうそう、まあその時は吉田じゃなくて杉だったんだよね。 あ杉さんだったのね。そう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 。で、まあ、象徴的な出来事というと、この後に、まあ、1837年に、場所は違うけど、大塩平八郎の乱っていうのがあったんだよね。うん。これ、大飢饉がその当時あって、まあ、幕府の、それでも圧政に苦しむ人たちを、こう、救済するために、町奉行所の、その大塩平八郎が先導で、幕府に対して起こした反乱なんだよね。うん。そうそう。これさ、幕府にとっても結構衝撃的な反乱でさ、うん。今までその苦しんできた農民とかが一揆を起こすっていうのはあったんだけど、うん、このどっちかっていうと管理する側、町奉行所の人間が反乱を先導して起こしたっていうのがあったっていうのと、うん、まあ、その後に1840年からアヘン戦争って、清とイギリスの戦いがあって、うん、イギリスが勝利して清が大敗を期すっていうやつなんだけど、うん、その後に日本にもさ、どんどん特に欧米だね、開港要求というか外国船が頻繁に来る時代になってきたんだよね、うんうん、でその後ペリーがさ、一番初めに来た時っていうのは、吉田松陰っていうのは、まあ、24歳ぐらいだったの、うん、でその後さ、日米和親条約で、さらに日米修好通商条約を結んだっていうような時代なんだよね、うん、
そうで、この日米修好通商条約の時に、まあ、天皇の許可を得ずにこう幕府が強引で結んだことによって幕府への批判っていうのが結構高まった時でもあったの、うん、で1858年にこの幕府を批判している人たちをこの大老の井伊直弼っていうのが安政の大獄って言って捉えてこう処刑していったんだよね、うん、まあ、その中の一人に、まあ、吉田松陰っていうのも含まれるんだよね、うん、実はこの人ね安政の大獄で最後に処刑された人なの。ああ、そうなんだ。そうそうそう。で、まあ、こんな時代背景なんだけど、吉田松陰の、ポジションというか、この人は単純な、攘夷論者じゃないのよ。うん。まあ、攘夷っていうのは外国を排除したいっていう考えなんだけども、うん、この人いろいろ見識があって学んでいて、まあ、欧米と圧倒的な国力の差っていうのは知ってたんだよね。うん。だから単純に外国を排除しようっていうのは今の段階では難しいっていうのは知ってたし、うん、だから逆にその開国をして海外の情報を積極的に取り入れてこの日本っていう国自体をもっと強くして軍備も含めてねで発展させていかなければいけないっていうような、うん、まあ、考えの人だった、うん、で幕府に対してなんだけどこれも初めは幕府を倒すっていう倒幕論者ではないのよ。なんかそのイメージ強いんだけど、うん、むしろその幕府をどうやったら立て直すというか外国の勢力に対して立ち向かっていけるのかっていうような風に考えてた。だからいわばさっき言った開国論者だったんだよね。あ、そうで、それがまあ最終的に後半になって幕府のこの曖昧な外交政策っていうのにもう嫌気がさして、まあ、倒幕論者になっていったのかなっていう経緯ですね。そうで、この人さ、いろんな学問学んでて、すごい思想の影響をいろんなところから取り入れてんの。うん、さっき冒頭で言った山賀流兵学はもちろんなんだけど、うん、まあ、儒教、特に孟子とか、あと陽明学、うん、水戸学とか、あと洋学、まあ、洋学って欧米の学問だね。うん、っていうような、まあ、いろんなこの派閥を関係なくに積極的に取り入れたっていうのも結構珍しいんだよね。その当時ってさ、この学問って言ったらもうこの学問を追求してるというか派閥というかさ、うん、あってさ、うん、なかなかいろんなとこを積極的に取り入れるっていう人ってそこまで多くなかったのよ。で、こっからちょっと簡単に生い立ちから説明したいと思うんだけど、まあ、さっき言った1830年に杉家ってところに生まれて、幼名ってね、虎太郎っていう名前な。杉虎太郎。そうで、この人、一応武士階級なんだけども、まあ、下級武士で、うん、まあ、武士だけでは、暮らしていけなくて、半分も農民みたいな、農民もやってたの。ああ、そうなんだ。そうそう。だから、この人、農民の苦しさも知ってたわけ。そうそう。で、幼い時からね、この兵学師範になるべく育てられたのよ。というのも、5歳の時に、祖父の、山賀流兵学の師範やってた吉田大輔っていうところに養子に入るの、うん、でね、実はね6歳になってその養子に入ったその吉田大輔さんが亡くなっちゃったのよ、うん、で家督を継いだんだけど、まあ、吉田家のまあ主になったわけ。いきなりね、この幼いながら、うん、そうだけど、まあそれ以降は一応その学問は実のその杉家のお父さんでね、お父さんと、もう一人ね、お父さんの弟の玉木文之進っていう人に教わったの、うん、でこれがね徹底的なねスパルタ教育だったわけよ。なんかね、もう覚えが悪かったら庭に引きずり出すような、うん、もう壮絶なね徹底的なスパルタ教育だったらしくて、うん、でも才能ってさ、こういう小さい時から壮絶なさ経験をした人って将来強くなってくよねって思って、なんかこれをね聞いてたらアニマル浜口みたいだなと思って。いやいや、なんかさ、ほらレスリングってちょっと土俵は違うけどもさ、アニマル浜口も徹底的にスパルタ教育だったわけじゃん。浜口京子？そうそうそう。え？いや知らんわ。まあまあ、そんな通ずるものがあるかなと思って。おう、まあ、で、まあ、イメージでいいやん。そうそう、イメージね。で、まあ、余談なんだけど、この玉木文之進っていう人は、実はね、乃木希典にもね、この後教えてんのよ。あ、そうなの？そう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 。だからなんか歴史って意外なところで繋がってんだよね。へえ。そうそう。で、
9歳の時に、まあ、藩校って長州藩だったんだけど、長州藩の、まあ、学校でもう名門というか有名な明倫館で、あの、実は教わる立場じゃなくて、うん、もう教えてたの。9歳の時です。ごくない？9歳か。そうそう、まあ、あの、教授ではなくて教授見習いみたいな感じではあったんだけど、もう実際に教えてた、うん、で、あの、11歳、まあ、10歳か11歳ぐらいの時に、藩主、長州藩の毛利高近の前で武教全書講義してんのよ、もう、うん、で、これがね、あの、あまりにも立派で、藩主の毛利高近が感心しちゃって、うん、その後にね、あの、実際に弟子というか直々にもう教わるようになったんだよね、兵学を、うん、吉田松陰から。そう、だからね、藩主にも気に入らせて、もうこの時から若くして一目置かれるような存在だったんだよね、長州藩で、うん、そう、だから、まあ、才能もあったし、まあ、努力の人なんだろうね、うん、でさ、このさ、長州藩の毛利高近って最終的にはさ、あの、長州藩を、まあ、倒幕へと向かわせる、まあ、決断をしてる人だから、まあ、そういった意味でなんかこういうつながりがあるのかなと思って、うん、で、あの、学問への、ね、追求ってこの人やっぱすごくて、着物の、ね、懐にね、常にね、5、6冊ぐらい本入れてたんだって重いじゃんそうそう、だから着物がね、いつも着崩れして、背中のこう縫い目がね、うん、真ん中にあることはないぐらい、そんなね、人だったんだって。でもね、この人、その長州のでずっと勉強を続けてて、うん、若くしてその祖父が亡くなっちゃってて、あの、うん、後見人として山田右衛門って人が面倒を見てたんだけど、うん、この人がね、あの、松陰をその長州だけってとどめておくというか、この才能はもったいないっていうことで、世界地図を広げてね、世界の情勢とか、まあ、いろんなこう視野を広げさせたのよ、うん、で、吉田松陰自身も21歳の時に初めてこの長州藩を出て旅に出るんだよね、うん、そう、これがね、九州に行った旅なんだけど、うん、長崎のね、平戸にとか、あの、そこら辺も回ってんのよ、うん、その時さ、鎖国はしてたけどさ、長崎って、まあ、唯一海外と開けてた場所じゃん、うん、まあ、そういうその目的もあって行ったんだよね。で、この時にね、吉田松陰はね、書いてる言葉があって、うん、心は元生きたり、生きたる者には必ず来あり、来なる者は職に従いて発し、官に相て動く、発動の木は周遊の駅なりって言ってんの。全然わかんないそうそうそう、訳すと、心はもともと生き生きしたもので、まあ、必ず動き出すきっかけがあるって、うん、そのきっかけは何かに触発されてこう生まれるって言ってんだよね、うん、そう、まあ、生まれて、まあ、感動することによって動き始める。あ、旅はそのきっかけを与えてくれるものなんだって言ってる。うん、吉田松陰ってね、あの、このこれだけじゃなくてトータルですごい旅してんのよ。実はあの、この後もどんどんするんだけど、九州から北はね、青森まで歩いて行ってんだよ。すごい行動力の人なんだよね。うん、で、まあ、あの、この長崎に行った時に、海外のね、情勢はね、初めてね、ここで知ったんだよね。うん、アヘン戦争ってことを、その清がイギリスとの戦いとか、あの、知る機会があったのよ。うん、で、あとね、重要なのが陽明学っていうのにもここで出会うの。うん、で、陽明学ってね、あの、実はね、この時幕府がね、禁止してたんだよね。あ、そうなんだ。そうそう、朱子学以外はね、割と禁止してた部分があって、特にこの陽明学っていうのは危険視してたの。うん、なんでかっていうと、この陽明学って行動哲学って言われるんだけども、うん、あの、その中であと、人間はね、皆平等だっていう風に説いてんだよ。うん、で、このさ、幕府の時代って士農工商って身分制が確立しててさ、うん、いや、みんな平等っていうこの学問は絶対そぐわないわけ、うん、そうそう。で、しかもさっき、あの、冒頭で言ったあの時代背景の中に大塩平八郎の乱っていうのがあったと思うんだけど、大塩平八郎も実はあの陽明学を学んでた。あ、そうなんだ。そう、そういった経緯からも、あの、陽明学っていうのは幕府はあの危険視してたね。うん、でね、陽明学っていうか、あの、王陽明って人が作ったんだけど、うん、あの、その中にね、知行合一って有名な言葉があって、うん、知識をつけることは行動することの始まりって言ってて、だから、いわば、あの、知ることと行うことっていうのは別々じゃなくて、まあ、一つの同じことなんだよって言ってる。これってね、吉田松陰もなんか大きくね、感銘を受けてるというか、後々の行動にも加わっていくんだよね。ああ、そうなんだ。その後もね、実は九州の旅、まあ、一回帰ってきて、まあ、その後江戸にも行ってたりするの。うん、
江戸ではね、水戸学だったり洋学っていうのも学んで、各地でね、いろんなところ行って学問に詳しい人に教えてもらってんだよね。うん、そうそう。で、吉田松陰ってさ、実は教えてるってイメージも強いけど、まあ例えば江戸で佐久間松山っていう有名な学者がいたんだけど、うん、その人のまあ弟子入りもしてるんでね。うん、そうそう。まあそんなようないろんなね、実は教えも凍っていたっていうような人。そうなんだ。そう。で、その後、東北旅行があったんだけど、これがね、結構問題で、友達というか、他の別の藩の友人と、東北へね、うん、学問を学ぶための旅っていうのに、うん、出かける約束をしてたの。そう。で、その時ってさ、藩から別の藩に行く時って、手形がないとさ、通過できないね。うん、基本的には、うん。で、その通行証の、まあ、発行を待たずに、なんか通行証がね、その約束の日まで出てこなかったの。うん、なんで出てこなかったんだけど、友人との約束の方が大切だからっていう風にして、実はもう脱藩覚悟で東北に学びに行ったんだよね。うん、まあ通行証がなくても、厳密に言うとそんなに厳しくないところもあって、通過できてたんだよね。うんうん、でもね、最終的にはね、ちょっとね、あるところで見つかっちゃって、うん、武士としての身分がね、もう剥奪されちゃうんで、その後に。そうなんだ。だから吉田松陰って一回のこう浪人になるんだよね。うん、だけど藩主にも結構気に入られてたところがあったから、うん、この時にね、実は結構恩情の判決が出て、うん、実のお父さん杉百合之助の、まあ、育みとするって言われて、育みって、うん、まあ、監視という処罰なんだよね。ん、監視？そう、杉百合之助の監視のもとに生活をするっていうような。あ、そう、だからもう武士ではないんだけど、杉家の下で藩に仕えるっていうような、ちょっと特別な措置なわけ。うん、あ、なるほどね。そうそう、特例みたいな。しかもね、藩主は、まあ、温情で10年間他の藩に学びに行ってもいいよっていうような許可も出したね。すごいよね。だからなんかこの藩主の毛利高近って結構懐が深いというか寛大だよね。まあ、融通が効くというか、なんというか。そう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 。でね、この時にね、実は今まで松陰っていう名前じゃないのよ。うん、で、ここで、なんだろう、ふるさとの、まあ、松本村だったんだけど、うん、まあ、要は、育みとするって言われたから、松本村にこう隠れて住むような、うん、そんな印象になったわけで、名前をね、うん、そこで、松本村の松と隠れ住むみたいな、陰っていう。松陰の陰って影とか木陰の陰だから、うん、そこで松陰って名前にしたんだって。うん、そう、だからなんか昔の人ってさ、名前と呼び名、号って言うんだけど、なんかいろいろ使い分けてたんだよね。うん、なんかちょっとさ、今の感覚だと考えられないというかさ、で、名前もね、その時にね、虎太郎から虎次郎にしてるからね。変わんねえじゃんな。そうそう、名前は虎次郎にして、呼び名は松陰だって。あ、なんで次郎になっちゃったんだろうね。うん、わかんないね、全く。松陰の方がまださ、筋通ってんじゃない、さっきの話だと。ああ、まあそうだね。うん、まああれなんじゃない、あんまりさ、こう公のこう上級の位の人じゃない限り、あんまり正式名称ってどうでもよかったのかな。あ、その虎次郎の方。うん、そう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 、使う機会ってないんじゃない。だって市役所とか行くとかないでしょ。まあまあまあ、そうだね。なんなら登録もされてないでしょ。あ、そうそう、多分そんな感覚なんだよね。うん、で、その後だから温情でさ、10年間さ、学びに行ってもいいよって言うんで、江戸にね、うん、また再留学行ってんだよね。で、またいろんなこう見識を得て、うん、で、まあ、そこでね、まあ、いろいろ学んできた中で、やっぱり日本っていうのはその開国をした方がいいっていう風な考えに変わっていくわけよ。うん、で、でも開国って言ってるけど、自分は海外をこの目で一回も見たことがない。うん、で、それで海外にね、どうしても行きたい。でも、その時って鎖国だから、行ったら死罪。で、帰ってくるのも死罪なのよ。うん、で、それだったらさ、結局、たとえもし行けたとしてもさ、帰ってきても、その死罪になっちゃったら、目的が達成できないわけじゃん。吉田松陰は、海外に行くことが目的じゃなくてさ、海外で得た情報というか、見識をさ、日本に持ってきて、その日本っていうものを発展させたいっていう考えだから。ああ。で、その時にね、一つだけね、死罪にならない方法があるんじゃないかって思ったのがあったの。うん、うん。
それはあのジョン万次郎の例があったのよ。あ、このジョン万次郎ってさ、土佐のさ漁師だったんだけど、ある日さあの漁師しててさ漂流しちゃって、でたまたまアメリカの捕鯨船に救助されたのよ、うん、であのそこからまあ日本に帰ることもできないからアメリカにそのまま行って、でしかもその捕鯨船に乗ってた人が面倒を見てくれたというか、アメリカの学校にも通わせてくれて、うん、だから語学も喋れるようになったし、アメリカのこう知識もいろいろ得た中で、だいぶ経ってから日本に帰ってきたわけよ、うん、その時にまあ資材になるかと思いきや、幕府ってその時さ頻繁にアメリカのさ船が来てたから、うん、アメリカの知識とか語学を持ってる人っていうのを必要としてたんだよね、うん、なんであの特例というか幕府のしかも直参っていうも直属になって資材を免れたわけ、うん、そうだからそれを知ってあの吉田松陰もじゃあ自分も漂流民を装えばいいんだっていうふうに決意したの。まあ、それであの最初はね長崎に行ってロシアのねプチャーチンの軍艦が来てたのよ、うん、でこれも開港要求のために来てたんだけど、で自分もその、うん、それを知って長崎に行ったんだけど、あのもう行った時にはね、うん、あのロシアの軍艦は帰っちゃってたのよ。で会えなくてあーっていうような感じ でその後まあ黒船がねあの1回目来た後の2回目だね条約を結ぶために来てたのよ、うん、それを知って、まあ、下田のとこに黒船が泊まってて、うん、でこれであの弟子の一人とあの小舟に乗って夜ねその黒船に近づいて黒船に乗ったんだよね、うん、だけどあのその通訳の人が現れてあの、うん、今日本とアメリカがまだこう自由に行き来できる日がこのあと来るからその時まで待ってくれって言われて、うん、で、まあ、丁寧にまあ返されたポートでこう返してくれたんだけど、うん、まあ、その時にねあのなんだろう小舟で行ったんだけど小舟がね、うん、あの流されちゃったね。あでというのもあってその小舟の中に、まあ、自分 あの荷物だったりとかあと師匠というか教わってた佐久間正山の手紙も入ってたね、うん、だからそういうのがあのもし船がね後々見つかっちゃうと、うん、あの結局バレちゃうし佐久間正山にも影響が及んじゃうっていうのを一番恐れたわけ、うん、なんで自ら自首したんだよね。お吉田松陰ってそうそう、まあ、そんなんがあって大変なことだから捕らえられたわけ、うん、あの実はねそこでペリーからの嘆願書というかあの実はね、うん、結構感銘を受けたんだよこの吉田松陰の行動に対して。あ要はあの自分の命を懸けてまでも外国に行って学びたいっていうこの知識欲にあのすごい感銘を受けて寛大な処置をしてほしいような手紙をねあの幕府に対して送ってんのよ。そう、まあ、そういうこともあって実はねこの幕府はねこう蟄居っていう風に言い渡したの。蟄居って自宅での謹慎なんだよね。そうそう。で、まあ、そこで長州に行くわけなんだけど、まあ、実はあの長州藩はね、うん、幕府のその寛大な処置に対してもさらにやっぱちょっと厳しい目線で裁いたの長州藩の中で、うん、それはまあ幕府へのアピールでもあったんだけど、うん、で、ね、吉田松陰はねあの野山獄ってあの長州藩の牢獄に1年2ヶ月ぐらいかな入れられるのよ。しかもね入れられた後にその1年2ヶ月の間に600冊本読んだって言われてんだよね。すげえな。すごくない？こんな時にも学問を学ぶというか、うん、自分がどうなるか分かんないのに、うん、でも結局は最終的にはそのさっき言った蟄居自宅謹慎に変わるわけ、うん、そこで吉田松陰っていうのは有名な松下村塾っていうのを始めるわけで、あのこれからちょっと吉田松陰の松下村塾っていうのにまあ入っていくんだけれども、うん、今回はね、まあ、ちょうどねキリがいいのでここまでということで、うん、次回はですねあの松下村塾についてちょっとね今までこう時代順にやってきたんだけど切り口を変えて話をできたらいいかなって思っています。楽しみですね。どうですかねここまで。いや、吉田松陰ってやっぱ有名じゃん。まあ名前ぐらいみんな知ってると思うんだけど。うん、うん。でも実際さ、その処刑されちゃったとかさ、結構そういうところが印象強い人だから。うん。実際じゃあ何やったって言われても、こうさ、パッて言える人あんま少ないと思うんだよね。うん、うん。そう。だからやっぱそういうところでもさ、生い立ちからさ、あ、こういうことしてきた人なんだっていうのを、まあ今日、俺も初めてさ、それ知ったから。そうなんだって結構活動的な人だったんだなっていう印象だね本当に。ああそうそう。でこの人さあのさっき言わなかったんだけど牢獄生活って長かったんだよ、うん、
実はこの後もさ捉えられるんだけども、うん、トータルでさなんか2年6ヶ月もさ牢獄生活なのよ、うん、だから結構な間さその活動を活発にしてたっていうよりは牢獄生活がかなり長かったんでねっていうような人。まあそんな感じで吉田松陰のまあ1回目ですねっていうのをまあ今回終了したいと思います。はい、じゃあまあこれを聞いてくれている人、私も幼い頃アニマル浜口みたいにこんなスパルタ教育受けてましたみたいな人がいればぜひコメントください。 いないよきっといない。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。